あはははやば <っ S 2> <music> どうも、アニメリアクター財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。 見ていくのは、異世界食堂に、第11話、やっていこうと思います。はい、というわけで、やってまいりました。お題のもの、テーマのものを食べながら見る異世界食堂ですけれども。まあ、今回はキッシュとコーヒーフロートということなので、キッシュを用意しようと思いましたが、まあ、できませんでした。はい、なので、コーヒーフロートの方にしようかなと思いながらも、えー、アイスというのもさすがに僕は、ちょっとさすがになって、この時期にアイスを食うのはなかなか、パンチが効きすぎてると思ったので、まあ、アイスコーヒーを飲みながら、今回は見ていこうかな、というふうに思いますので、よろしけ お願いします。<laughs> はい。まあね、本当になんか、キッシュってどんな食べ物なのっていう、改めて調べることすらしてないんだけど。まあ今回ね、初めて見るキッシュって食べ物を僕も異世界人と同じ目線で楽しんでいこうと思います。それでは見ていきましょう。異世界食堂2、第11話、よーい。アクション。それでは見ていきましょう。よーい。スタート。レッツゴー。 レレレレレン。コーヒー飲むけど、コーヒーの美味しさの違いってわかんないんだよな、ぶっちゃけ。なんかコロンビアだのー、なんだろうって言われてるけどね。曇りに。ああ、おほらー。 さあ、キッシュ。キッシュってマジで何だったんだ結局。<laughs> 調べて作ろうかなと思ったんだけど。忘れちゃった。なんか、卵を使うんじゃなかったかな。なんか、卵となんか玉ねぎをう々ぬかんのみたいな感じだった記憶がコーヒー風呂とうまそう。 や,やっぱりさ、デブにとって生クリームはやっぱり神だからないいよね、やってほしい。スタバのさ、マキアートとかマジ神だよな、あの生クリーム大量。俺もコーヒーフロート食べたい。わーカルボナーラとかもあるんだ。あれか、キッシュ今の見えたな、チラッと。チ,とチャーハンとかもあるぞ。 なんか、キッシュってなんか、お好み焼きをなんか、卵で作ったみたいな、なんか、そういうあれじゃなかったっけなんか、パイみたいなやつおう、ボルフガング。シャリーフかあれかカッパーカッパーの実かなあら、ジョージさん。おランプのマジン。 キュッ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 何カレーを入れるおおランプだねへえコーヒーあれで冷やすんだ魔法じゃなくてただただ冷めやすいだけじゃないのまあそうね ランプの魔人って言うけど、あれ、ランプって言うの思うけど。ワオ。金の熱伝導率が高いから冷えやすい的な、あれうえ魔法だ怖いけどな、毒味だよな。ワーオ。 冷たいコーヒーうまいよね。おー。いいな。コーヒー味わえる人間になりたいな。わかんないんだよな、マジで <laughs>。コーヒー。おー、すごいね。なるほど。 あなたがキッシュ食べるんだなおーおーおおおアーデルハイトさんだっけおあらお父様だったんだ。わぁ、戦うんだ。戦う王様か。ボルフガング・アーデルハイトっていうの おー私も行きとうございます。シャリフあ、あ、やばい、恋しちゃってるじゃない、あっ私も、会いた会いとうございます。かわいいな、この子。 そうね。上田麗奈さんのこの一途なことを、行かれてるこの振り幅はやっぱり素晴らしいな。上田麗奈さんマジで好き。こういう役やってる時とか。可愛すぎる。キャラの魅力がね、3倍ぐらいになりますよね。おー。 うん。お会いたおおコーヒーフロート。オーケーオーケー。娘とも知り合いだぜ。まあね。 そうなると魔道具とかも作れるようになるからね多分おなんだ娘さんをくださいワーク。悪く まあそうね、こういう閉ざされた環境って割といいもん出てくるからな。オーケー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 。お、なんだスパイかわーお、スパイだな。別の国か戦。戦 ええと思うさまあ、そうね分からない人には分からないと思うわもう。 お、扉じゃんおーなるほど、情報収集のためにも来てんのか。わーおカツ丼美味しそう。うわー、活気に溢れてるね。 ああ終わっちゃうんだすげえ、先読みしてるあれった、すごいねえ。うわあ、忙しそう。あはははズドおかわりあははは。<laughs> ごめん、ごめん、待って、待って。 わあ、お、忙しいな。おーお、好み焼きもいるね。いっぱいいるね。ああ。え、でも、この後入ってくんじゃないの まあ確かに国の養殖についてる人はいたぞ。魔族。ハインリヒト。あ、ラニージゃん。おお魔王様。ラスティーナ増えてるね。 そうね、そういうの抜きで楽しむ場所だからそれにあカルボナーラなのちょっと待って。 そうね。いろんな人が知っちゃうとどんどん混んじゃうからね。おキッシュをサービスで。俺もわからん。卵じゃないのうん。あーミートパイ的な ああ、卵が好きなんだ。まあ、あそりゃそうだろうな。カルボナーラだもんね。チーズだし。それぞれの好きなものが入ってるね。すごい。先回り。まあ、キッシュは放置してても大丈夫っていうあれなのかなへえー、パイなんだ。やっぱり作れないな。ははは。 おお、オムレツ三種持ち帰り。そうね。やっぱり、持ち帰り待ちの先にさばかないと、店がね。あ、そうなんだ。便利だなぁ。<laughs> 美味しそう。美味しそうすぎる。 美味しそうめっちゃ美味しそう芋の層になってて、その上にベーコン。シュライプ。うわ、うまっそうマジであー、すげー手間かかってるよ、これ。みんなで食べよう。 あ、そっちから食べるんだ。ケツの方から食べるタイプおぉそれぞれ違うところにテンションが上がっているぞ。うん、おーすげえうまそうなんだけど。 いいね。でも待ち時間にサービスでこういうのくれるってすごいいいとこじゃない <laughs> キッシュも難しいというか結構手間かかってるぞ。おモンブランも帰った。えめちゃめちゃイケボーやん。<laughs> え、この人そんなイケボーなのあははは知らなかった。 いいねエビの魅力にハマってるぞ。いいね、いいね。うーん。いろんなものがマリアージュしてるほら来た菅野国。ん何してんのあなた。 <laughs> テンションが上がってるぞ。そうね。言っちゃダメだよ。チョコレートパフェさん。<laughs> 告白しようと、声がでかい。身分を隠してるからね。<laughs> かわいいなあ,あれだ。肩を掴まれて、ちょっと照れてる。 いきなりでかい声出したからな <laughs>。さあ、見つけたぞ。OK。あら。これブラックですね、僕。ああ、いいね。<laughs> さあ。まだ見たことないんだ。 アーデルハイドさんと一緒にいるの。落ち着かないねあ、同盟結んだから会えるよってことなのかなお、エビフライ。<laughs> よく見てんな。うん。 ちょっと僕、未だにあの、リザードマンの人が、イケボすぎてビビってんだけど <laughs>、すげえな。わあ、美味しそうカルボナーラ美味しそうカルボナーラとかいうデブの主食。カルボナーラですらデブには飲み物です。だいたいチーズが飲み物だからな。 あらー、いいですね。美味しそうですね。美味しそう。めっちゃうまそう、モカチョコレートパフェ。いつ食べれる時が来るのでしょうか、僕は。まあ、いつでも食べれると思うんだけど。すごいね。なんか、カルボナーラ作ってみればわかるけど、意外とめんどくさいからなー まあでも会えるだけっちゃ会えるだけか。すごいな、なんか、結構厳しそうな人だけど、カルボナーラはすごい人当たりいいね。優しい人だね、意外と。まあ、飯の前には無力やな。おお。 あ、そうね。だいぶ発展すると思うよ。キッシュも作れるよ。いつか。いいな。<laughs> いい人だね。意外といい人だな。結構、物騒な人だなとは思ったけど。妹君も可愛い。 いいなあコーヒーフロート。でもフロート系ってむずいよな、食べ方が。生クリームじゃなくてアイスクリームがしっかり乗ってんだ。かわいい。バレてる <laughs>。バレてるな。美味しい。 きりしてるどこでコーヒー飲んでも俺一緒じゃんと思っちゃうタイプだからな、でも。味わったことないのかな、本物を。本物を知らないのかな、僕。おー、で、混ぜるのか。なるほどね。あー、あー、で、ミルクコーヒーみたいにすると。 おおよくできた料理だよね。どこで作られたんだろう、こんなの。すごい、結構割と悪魔的発想だと思うんだけど。ジュースとかコーヒーの上にアイスを乗せるっていう。さあ、来ゃ来るぞ。アーデルハイス様。<laughs> 満足してないで見てください。 こっちだ、こっちって。かわいいなぁ。なんで美人なんだ、あなたは。来たぞ。立ち上がち、<laughs> みんな見てるよははは。<laughs> なんだ、恋が進むのか <laughs> ああ<ー> <laughs> あコロンビアああ,あ,あう,うおやったわ <laughs> かりましたあら素敵ですね。 <laughs> とんでもない情報を握ってしまったな。そうねそうねそうね祝う準備をむしろしよう。起こしておらん。 あら。僕はそう呼べない。だって。アディっていうのは、シャリーフさ、あマジ僕予想できなかったんですが。そうなんだ。僕全く想像できなかった。 いい感じにはなるけど、友達止まりかと思ったわ。そうね。あら、かわいい。あれちょって、じゃあ僕と結婚しませんか。<laughs> ああ、そういうことか。けど、結婚まで行くと思わなかったな。って、王子と王女だぜ。お、いいね。あいつや、は <laughs> は コロンビア。コロンビアからのスマイルプリキュア。ああ、いいですね。いいですね。<laughs> やばっいい,いや、11話でぶっこんできたな。<laughs> すごいですね。 いやー、いいねーいいねー俺まさかこんなシーン見るとは思わなかったよ、リアクションで。初めてじゃない僕のリアクションしたアニメの中で。こう結婚っていうのは、急婚は。やないうちに。にゃんやんふぅ。ああ、次回で最後だ。すごい楽しいアニメだなーこれ。 おでんたーなーたおで、ルーから、ふぅプンポンポン、プンプンプンチリンチリンチリンオッケー、オッケー、オッケーさあ、次回は、何を食べるロースカツおおロースカツ掘り下げるのか ビュッフェあ、あ結婚記念パーティーあら、いいじゃないですかビュッフェとね、ビュッフェとバイキングは、えっとね、違いは、確か、立食がビュッフェで、座るのがバイキングじゃなかったかな <music> はい、というわけで、あ、年替えもなく大興奮しちゃいましたけれども。<laughs> いや、すごいな、まさか。 こんなにものを見るとは思わなかったですね、マジで。いやー、ちょっと本当にこんなものを見るとは思わなかったらこのアニメでまさか、いやー、<laughs> 少なくとも猫屋以外の裏でこういう風に動いてましたっていう感じで動くのかと思ったら正々堂々。あー、ちょっともう本当に本当にテンションが上がっちゃった、マジで。 いや、初めてだわ、リアクションしたアニメで。まあ、今までアニメの中で求婚というか、こう、結婚っていうプロポーズっていうのは見たことはあるけど <laughs>、いや、いや、すごい良かった。僕めっちゃ良かった。良かった良かった。今回良かったな。なんかさ、あの、キッシュじゃないけど、カルボナーラの人がさ、結構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 なのかなって思ったんですよ。

いや、めちゃめちゃ良かった。本当にニヤニヤしてしまいますね、マジで。こういう、あ、こんなにテンションが上がると思った。割とマジで過去最上級よりテンションが上がってるんじゃないですか <laughs> いや、すごいなマジで。<laughs> いや、いや、もう本当にちょっとテンションが上がりすぎておかしくなっちゃったよ。ばぱマジで。いや、だからもう緊張しだなら、もう同盟を結んだということで、もう言うぞって決めたんだろうな。 うーなるほど。もう面倒しも済んでるわけだからね。この親とも。いやー、マジですごいな。これはマジですごいっすよ。マジで。いや、美味しそうだったな。キッシュとか、わーコーヒーフロート飲みたいな、とか思うけど、すべて持ってったね。マジで。 やばいっすね。マジでよかった。なんかすげえよかった。なんか、え、俺アニメ見てこんな気持ちになるんだって思った。本当に。いやさ、もう本当にクラダドとかさ、もうさ、そうだけどさ、やっぱりいいよね、プロポーズって。なんかいいね。すごいね。<laughs> いいねって思うね。うん、いいなあ本当に。なんかこういう情熱的なプロポーズ、断らずにはいられないっていう。断らずにはいられないじゃないや。受けずにはいられないっていう感じだな。 多分、アデルハイドさんも求めてたと思うんだよ。そういうものをね、なんかロマンチックなものっていうか、常にこう、やっぱり、お、なんか部屋の一室でずっといるわけじゃない。その中で、やっぱりコーヒーフロートだったり、このシャリーフさんと出会って、こう、人と関わることの楽しさっていうものを知れて、それを教えてくれた人と、なんか結ばれることができてよかったなっていうふうには思いますね。でも、こういう時ってどうなるんだろうね。あることなのかなこう、要人同士が、 結婚するっていう。だって、帝国と砂の国だろう同盟を結んだあげく結婚するってなったら、国はどうなるんだろう別の人に継ぐってことになるのかなど、突軍っていうことになるのか、こっちに養子に出るっていうことになるのかっていうのは非常に気になるところではある。世界でそういうとこってないよね多分。王子様だったり、まあ偉い人と偉い人。 各国の要人同士が、こう、結婚するってなるっていうのは、超珍しい。でもこれは猫屋だからこそできるっていう出会いであり、恋愛だったっていうことよね。 ああ、いいじゃない。なんかもう、シャリーフ、なんか、妹君も、なんかすごいそれを応援しててさ、分かってたと思うんで、分かってたけど落ち着きなさいっていう男には落ち着きが大事ですよ、みたいな。いや、なんかもういろんな人の気持ちがあって、めちゃめちゃ良かった。マジでテンション上がりまくってしまいました。テンションが上げになってしまいましたことを、ちょっと、ちょっと反省はしている。うるさかったかなごめんね <laughs>。めちゃめちゃ良かったんだもんだって、今回、幸せすぎる、マジで。食事は人を繋げるね。 うん、素晴らしいな。この猫屋がなかったらだってなかったわけですよ。もしかしたらだって、あのー、おじさまの、カルボナーラのおじさまが兵を出すことになって、戦争になってたかもしれない。ただ、これを知って、猫屋で、みんなでこう仲良く食事を囲んだからこそ兵を派遣する必要もなくなったし、なんかもう平和、やっぱり食事は平和を結ぶねうん、いや、<laughs> やっぱりこのアニメの良さというものが詰まってますよ。素晴らしい。グッド 完璧です。あい、あい、あい、みたいな感じですね。は <laughs> い、まあとてもとても素晴らしかったなというふうに思いまして。改めて2期やってくれてありがとう。この話を見れて本当に幸せです。リアクションしててよかった。迷ってたんですよ。本当にこの話をリアクションするかというか、異世界食堂2がリアルタイムで終えないから、これリアクションするかどうか迷うなってずっと思ってたんです、僕。ただ、 こう一週間遅れでもいいから、リアクションしてこう、アニメを全身で楽しめたっていうのは良かったね。うん。家で一人でさ、こう机の前に向かって編集しながら見てて、えーっていうこともしないからね。なんか、全身で楽しめたからこその、この、 喜びっていうものはありますね。はい、まあそんな感じで、はい、今回終わろうかなというふうに思います。すごい長くなっちゃった。はい、というわけで、なんかコメントあればください。いや、シャリーフさん、アデルハイドさんとか、いろいろと、えー、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。なんかね、キッシュ食べたいとか、コーヒーロろう飲みたいでもいいです、本当に。いや、ちょっとテンションが上がっちゃったね。はい、まあそんな感じで、今回終わろうかなというふうに思います。はい、以上、えー、異世界食堂2でした。バイバイ。